その荷物、やっぱりこっちに持ってきてくれ。はい、すぐ持っていきます。クリサ、早く俺の足も見てくれ。おい、俺が先に頼んでたんだからな。お嬢ちゃん、俺の腕の方を先に見てくれ。あ、待っててくださいね。すぐ行きますから。ごめんね、いろいろと手伝わせてしまって。いえ、処置の仕方もいろいろと教えていただきましたし、これくらいは当然です。ありがとう、助かるよ。じゃあ次はこっちを手伝ってくれ。さて、これで君たちにお願いしたい仕事は全部だ。お疲れ様、助かったよ。おっと、こんにちは。いつも主人がお世話になってます。あ、こんにちは。いつもお見舞いご苦労様です。奥の病室へどうぞ。あの人たちは？ここは兵団の診療所ですよね。奥で寝てる兵士がいただろう。彼の家族だよ。原則ここには兵団関係者しか収容しないんだけど、彼はもう長くないかもしれないんだ。巨人との戦いで負った怪我が元で悪い病気にかかってね。今の状況じゃそれを治す方法は。あの、お父さんは助からないの？大丈夫だよ。お母さんには秘密にするから。きっとお母さん悲しむから。待って、私あの子のこと放っておけないよ。だって今にも泣きそうな顔してた。私しばらくここに通ってもいいですか？あの子のこと励ましてあげたいんです。構わないけれど、本来の職務は別にあるはずだろ。その妨げにならない程度にしておくんだよ。